皆さんこんにちは、ハルルです。マリサです。またまた超久しぶりのマイクラ動画です。マジで久しぶり。聖地動画を除けば6週間ぶりくらいでした。本当はもっと投稿したいんですよ。でもね、ちょっと最近時間がなくて。言い訳ですね、はい。これからはクリエイティブのシリーズも、作ろうかなと思ったりしています。ああ、クリエイティブだと聖地とかの時間が大幅短縮できるから。投稿頻度を上げられると。ザッツライト。でもクリエイティブだったら、それはそれで。クリエイティブ飽きた、とか言って投稿しないと思うから却下で。それじゃあそろそろこんな話も終わりにして、前回から変わった場所の紹介するぞ。はい。まずこんな感じで一気に整地しました。確かに広くなったね。そして整地した場所を使って、バス車庫の装飾と道路の延長を行いました。まあ延長って言うほどの距離ではないけどな。でもカーブ作るのに手こずって、この距離でも確かに時間くらいかかったんですよ。それはお疲れ様。これで前回からの変更点は以上になります。では続いて今回の本題である、林業施設の建築場所を整地しながら、具体的にどういった建物を建てるか、お話ししようと思います。まず作るのは植林場と木材工場だっけ？まあ一応そういう予定なんだけど、木材工場に行ったことがなくて、どんな感じか全然わからないので、今回木材工場に関しては、林チャンネル様の動画を参考に作らせていただこうと思います。参考にさせていただいた動画は、概要欄にリンクを掲載させていただきますので、ぜひそちらも見に行ってくださいね。それでは下準備が終わったので、まず植林場から作ろうと思います。植林場にも木の成長サイズを制限するタイプだったり、水流で苗木を回収するタイプなど、いろいろな種類があると思いますが、今回は一番スタンダードな、床のみを張り替えるタイプにしようと思います。要はめんどくさいと。まあめんどいのもあるし、序盤だからそこまでハイテクなのはいらないかなと。そういえばどの種類の木の植林場作るんだっけ？悩んだんだけど、一番汎用性が高いと個人的に思っている、白樺専用の植林場を作ろうと思っています。じゃあ成長制限ブロックとかも、一切必要ないの？必要ないです。それってただの植林スペースやん。まあそうなんだけど、植林場って要は植林する場所だから多分問題ない。そうですか。ちなみに皆さんは何の木材が好きですか？私は育てやすく、ベージュのコンクリートのような色をしている白樺と、桜が好きです。桜はもう見頃が過ぎたけど、マイクラ内ではいつでも満開の桜を見れるのがいいよね。もしよかったら皆さんも、コメントで好きな木材の種類を書いていってくださいね。夜になったので、一度寝てきました。このシリーズでは基本的に難易度ピースフルでプレイしているので、モンスターが湧くことはありませんが、やっぱり作業するなら昼間がいいですよね。そうだね。あともうそろそろこの作業映像も、見飽きてきた頃だと思うのでカットします。これが、こうなりました。でか。作業好きな方には到底及ばないと思いますが、序盤はこれで十分こと足りると思います。それでは、今作った植林場に苗木を植えます。植えるところ以外は石で作ったから、右クリックだけで済むのは楽だね。苗木が底をつきました。まだ半分も植えられてませんけども。育ったらすぐ切って植え直すしかないか。こんな感じで、ひとまず苗木を全箇所に植え終わりました。思ったより短時間で終わったね。骨粉使って無理やり育てたってのもあると思うんだけど、それにしても早かった。それじゃあひとまず植林場かっこわらは完成？完成。それでは続きまして、木材の加工工場的なエニシングを作ろうと思います。それでは早速作っていきたいのですが、コンクリートがない。頑張って作れ。作りたいんだけど、はっきり言って、時間なくて砂とか砂利全然集められないんですよ。だからパート10までの限定価格ということで、エメラルド2個でコンクリートスタック買えるようにしたい。そうか。コマンドブロックの設置場所は前回と同じく、交番にしようと思います。パート10に撤去するならまあいいか。それでは今からコマンドブロックを設置する目的で、一時的にクリエイティブに変更します。手こずっていますが、今はコマンドブロックを入手しようとしています。それでは今回白コンクリと灰色のコンクリートを使おうと思うので、コマンドブロックを計6つ設置しました。今回のコマンドも、以前紹介した小麦売却装置の応用なので、説明は省略させていただきます。
コマンドの入力が終わったので、最後サバイバルに戻します。なんで浮き上がるの？あ、はしごか。ビビったね。それでは動作チェックです。エメラルドが2個減って、コンクリが64個手に入ったので、こっちは正常ですね。反対も大丈夫そうだね。エメラルドを持っていない状態だとこのように何も起きません。それでは早速建築していきたいのですが、作りたい場所の整地をしていなかったので、今急いでやっています。もういっそのこと道路も延長しちゃえば？そうする。ということで整地が終わりました。やっと建築できる。まずは基礎からだね。基礎は林チャンネル様を参考に、白いコンクリートで作ろうと思います。ということでこんな感じ。多分ほぼ正方形の大きさだね。一気にカットしてこんな感じになりました。いやカットしすぎでは？編集飽きた。左側面です。林チャンネル様のものを参考に、室外機の造形などは少しアレンジさせていただきました。右側面です。明らかに参考動画の劣化版ですが、材料が少ないのでひとまずこれで許してください。最後背面です。何これ？マジで材料なくて、今後資材置き場にでもしようかなと思って作った場所。そして内装は内装です。次回までになんか作っておきます。それでは申し訳ないんですけれども、今回はこれで終わりとさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。